むむ。お前の未来が見えた。今から数秒後、お前は私らの出す問題に答えて。おる。むむむ。はあ、見えた。問題に挑戦しなくては、マナリンの言った先は教えん。むむむ。は、見えた。問題にたくさん答えられたら、私らの素敵な昔話を聞かせてやる。マナリにも関係がある昔話なんじゃがの、欲しいことをした。よっしゃ、それでは勝負じゃ。今回は音楽に関する問題を出すぞい。脳にはつつみという楽器が欠かせない。ところでつつみぐさといったらどんな花のことじゃ。そうじゃそうじゃ。歌舞伎の創始者は一体誰じゃろうか。そうじゃそうじゃ。歌舞伎の元となったと言われている踊りは次のうちどれじゃ。中国で発生し日本にも伝来した音階五声に含まれてないものは次のうちどれじゃね。笙という楽器と同じ機構を持つ楽器は次のうちどれじゃ。原点一った。に伝承される「ユーカラ」とは本来どういう意味のある言葉じゃろ。そうじゃそうじゃ。私たちが歌を楽しむ時の方法にウクウクというのがあるのじゃが、それはどんな方法じゃろうか。そうじゃの。和楽器の総称ともいえる言葉は次のうちどれじゃろ。そうじゃそうじゃ。
しの笛と呼ばれる笛には一体穴がいくつ開いているかの。確かにそうじゃの。歌詞、詩、椿などの若葉を口に当てて吹き鳴らすこと、なんというかね。それはないじゃろ。良い成績じゃ。褒美として昔話を聞かせてやろう。私ら三人はお湯だた長老様に恋をしておった。美男と美女と人間型の怪物みたいの、甘く切ない物語なのじゃ。誰が怪物じゃ。自分が一番怪物みたいな格好し腐ってからに。黙らっしゃい。うるさいの。わかった。それじゃあ感動の名場面だけお送りしてやるわ。映像はじめ。お湯だった。結局私たち三人の誰とも付き合えない。そういうのね。ああ。俺は長老にならなくてはいかん。長老は妻をめとらないのが定め。わかってくれ。それに俺は三人とも好きなんだ。卑怯だと言われるかもしれないが、全員が好きなんだよ。一人に決められるものか。わかったわ。本当は分かりたくないけど、でも分かったふりしてあげる。すまん。俺は長老となるために修行の旅に出る。しばらく会えなくなるが、達者でな。あ、お湯だった。あなたのために歌うわ。歌い手である私たちのすべてをかけて、あなたのために歌う。聞かせてくれ。いい話じゃの。涙なしには語れないの。まったくじゃて。これが私らとお湯だたの恋愛話の締めくくりじゃ。そんなことは知らん。いや、マナリも私らもカムイコタンの歌い手ってことで関係があるかな。オンチのマナリに比べたら私の歌声は小鳥のさえずりのようじゃがな。お主の声は小鳥がさえずっているというよりも大森を引きずっているような声に聞こえるがな。大森を引きずっているってどんな音じゃ。
て待て、マナリを探しておるんじゃろ。居場所を知っておるぞ。約束じゃから教えてやろう。カモイコタンの外れの森へ歩いて行くのを見たぞ。何をする気じゃろうな。遊んどらんで歌の練習の一つもすればいいのにな。